さあ、おはようございます。予選会当日の朝になりました。今から、準備して、スタートに備えたいと思います。今日は、キャディのウィルが迎えに来てくれるということで、これから出発したいと思います。こんなホテルに泊まりました。はい。三つ星、一泊、12,000〜23,000でございます。はい、ウィルが迎えに来てくれました。非常にこの辺りはタクシーも少なく、上なのでめちゃくちゃ助かりました。昨日は、やっとの思いで、山崎さんがタクシー1台に使ったわけなんですけれども、はい、ウィルは普段、ペンキ屋さんをやっております。ですんで、この作業車、このね、フォークスワーゲンの結構かっこいい作業車で向かっております。そしてスタートが1時間ほど遅れましたと、今、山崎さんから LINE をいただきまして、スタートが1時間遅れます。おそらく悪天候だったんでしょう、夜、ということで、コースに向かいます。オイルも取り替えたウィルの車です。ペンキが、普段ペンキ屋さんをしているということで、ペンキが中に入っております。あ、そうだそうだ、こういうようにペンキの仕事をしております。My tools ね、はい、Hello待機時間、スタートが遅れましたので、ここで、朝食を食べて待ちたいと思います。まあ、それにしても綺麗な眺めのいいゴルフ場です。素晴らしい眺めです。イギリスに来て一番美味しそうな朝飯です。これ食べて待ちたいと思います。それでは練習も終わりまして、ね、行ってまいります。スタート、こんな感じです。ちょっとこれから撮影できませんが、さあ今上がってきましたが、なんと今年はめちゃくちゃレベルが高いらしいです。僕も一応2アンダーで回りましたが、もうすでに何位なんだろうか、このクオリファイの人数が6人ということで、もうすでに何位だ、1,2,3,4,5、もう6位タイです。で、まだ3分の1しか上がってないような感じ。そして僕らの時は寒くて風もビュービューだったんですが、このように穏やかな天気になってしまってますので、まあもう 100% に近いぐらい落ちると思います。先輩も2アンダーということで、ちょっとロケットスタートを切って
ね、守り入っちゃったね、なんかね、昨日の感じだとさ、アンダーパーだったらなんか通るような雰囲気だったじゃない。なんかあの日本語喋れる女の子が言ってましたけれども、うん、いつも2アンダーぐらいで大丈夫だそうなんですけれど、今年は異常にレベルが高いそうですね。でやっぱり会場が1個増えた、そうだよね、今年ぐらい、うん、出場人数が増えたって言ってたもんね。はあ、ちょっと僕も奥田さんが8回行って7回通ったっていうんで、で奥田さんもそんなレベル高くないよっていうことを言ってたんで、そんなもんかなって思っちゃったんですね。あと全米シニアオープンのこの間ハワイの予選行ったらこんなレベルじゃなかったんですよね。だからちょっと見くびっちゃったっていうか、あのプランがちょっと失敗しましたね。一緒に回った人たちもね、低い球がやっぱりうまいよね。昨日ぐらいの風だったらもうオーバーパーでも通るんじゃないかなって思っちゃってましたけれども、こりゃちょっとでも風がこう止んだらもうこんなになっちゃうんですね。もうね、毎ホールプレッシャーかかるけどね、ティーショットね、かなりね、ご注意。先輩も後半安全運転になっちゃいました。そう、安全運転、そう、最初4アンダーまで行って、はい、7ホール終わって、はい、うん、で8番でイケイケで3発しちゃって、でまあ それ以降はね、ちょっとこれやばいなと思って安全運転で、もう3アンダーとか2アンダーとか絶対通ると思ってたからね、もう安全に行ったんだけど、ちょっとダメだったな。後半一緒の組の人たちがもうね、イーグルとかバーディーすげえ取りまくるんだよね。だからなんか途中からやっぱりやばい、守ってちゃやばいのかななんて、思い出してきて、まあちょっと先輩のスタートなんか7時10分スタートはかなり不利ですよね。ハーフほとんど全然違うでしょ。寒かったね。寒いし風びゅうびゅうだし、雨も混じってるし、前半はだからね、前半は割れながら超うまかったけどね、その時の4アンダーなんて言ったらもうトーナメントリーダーですよ ね、 後半ダメだね。でもね、後半伸ばさないとダメだね、このコースね。僕も全然作戦失敗ですよ、後半刻みまくっちゃいましたもん、あ、これ変なことしなきゃ通るなんて思っちゃって、そう、俺も安全な方に乗せて2パットみたいな感じをね、何ホールも続けちゃったんだよね、安全にと思ってね。僕も後半そんな思って2回しかドライバー使ってなかったですよ。2回、完全にちょっとやられましたね。いや、攻めに行ってたら通るわけじゃないですけども、まあレベルが高いシニアのクオリファイでしたね。まあ後ほど結果は分かりますのでお伝えします。さあ A ちゃん上がってきました。 A ちゃんはもうあまり良くないという情報が入ってきました。ですね。はい、69が1人上がってきたので、もうこの段階で7位タイということなんで、この6人のクオリファイプレイスにはもう入らないということですね。
欠が2スポットか何かあるみたいなんで、その補欠のプレーオフに残る可能性はまあゼロではないですが、まあほぼゼロでしょうね。もうしばらく待ってるんですけれど、なぜか中盤以降67人しか出てないんです。こんなにあったかくて風もそんなに強くないのに、なんで後半スコア出ないんでしょう。そして僕らは70で回った7人は、補欠決めのプレーオフに参加しなければならないかも分かりません。もう1人だけでも69が出る、69以上が出ると我々は帰っていいのですが、69よりいいスコアが出ない場合プレーオフです。あと32、1、2、3、4、5、6組、あと6組いますが、ねえ、どうなるんでしょう。まだ我々ウェイティングです。山崎さんも2アンダーなんでプレーオフ待ちです。しばらく帰れません。先輩は朝5時から先輩は朝5時から、1時間スタートがディレイになったのかからず、クラブハウスの前で、6時まで、雨の中、クラブハウス前で寒い中待ってました。でようやく6時になって、でそしたらまたこんなニュースだから、練習場に行って、7時10分のスタートに備えて練習終わったら誰もいないのでおかしいなと思ったら、スタートのディレイがその時に練習終わりで分かって知ったということで、最初から最後まで今日は長い一日です。先輩、メイビープレーオフって言われました今。本当になんかスタッフ、大会スタッフみたいな、準備しましょうか。ちょっともうバッグ閉まっちゃったね。ねえ、ちょっとバッグ出しましょうか。はい、素振りしましょうか。でもまだ、でもまだですよね。だってまだあと5組。まだ5組。今まだ、いやほらやってる人いるよね。いやいや、もうスコア聞きに行ってるから。そう、ほらまだほらグリーンいるで、ほらまだ16番のグリーンいる、とりあえず練習を始めます。なんかそんな展開になってます。よくわからないんですが、山崎先輩と一緒に練習始めます。プレーオフです。練習始めてます。現在時刻7時12分、山崎先輩はもう上がってから7時間経っております。さあ今7時35分からスタート、7人のプレーオフが始まります。もうちょっとこの辺までしか撮影できないかもしれませんが、補欠5番目を決める、やつですね。4会場でやるので、補欠の 1,2,3,4 は、決まるんですけれども、そのもう1個また補欠ということで、ウェイティング5番目、まあ出れるチャンスは極めて少ないと思いますが、ウェイティング5番目を決めます。それでは行ってきます。
結局4人しか集まらず4人のプレーオフですね。7人タイがいたんですが4人のプレーオフになりそうです。なんと私セカンド1メートルにつけてバーディーで、なんとこの7人のプレーオフといいますか4人のプレーオフ勝ちました。先輩と先輩だけパートって、あとのみんなはギブアップ、もう一人はボギーを打ったんで、あとはブッシュに一人一人消えました。僕の5番や1メートルについたのマジで奇跡ですね。すごかったね。1メートルにつけて僕がバーディーを取りまして、通ったっていうか補欠5番目に入ったので、まあ、出れる可能性って多分日本で言ったらほぼ 0% でね、5番目のウェイティングなんて、メジャーの5番だとね、ほぼまあ出れる可能性 0% だろうけど、まあ、一応ゼロではないから、ゼロじゃないんだよね、 0.1% ぐらいあるかも分かりません。ということで練習ラウンドはするような感じになりました。それではメジャーへの道はまだ続きます。ご視聴ありがとうございました。はい、10時半でございます。10時半です、はい、はい。朝5時にタクシーを乗ってる人がいて、今夜10時半ですとりあえず、はい、横田選手おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あとはウェイティングで、ウェイティングでね、はい、ありがとうございます。うまい、うまい、うん、ちゃんこのビール正解だわ、正解だわ、正解。バドワイザー しなくてよかった、うん、しなくてよかった、ね、バドワイザーも好きですよバドワイザーさんに失礼だから、はい、うまい、はい、いやバドワイザーはねちょっと薄いから、はい、そう熱い国のね、国だ、暑い時にはいい、そうっていう話で正解、はい、美味しい。ケンタッキー食べましょう。ありがとうございます、うん、まあでもとりあえずいろいろと、うん、事故も問題もなく、うん、チキン美味しい終わりましたね。ありがとうございます。祝勝会開いていただいてます。祝勝会でもないけどね、まだとりあえずウェイティング4番に上がってきました。謎の5番からということで、お疲れ様でした。